1848年の肖像、マヌエル・アントニオ・チャベスは、現在のニューメキシコ州に住んでいたメキシコ軍及びアメリカ軍の軍人で牧場を主。別名エル・リアンチトとして知られる。記録されている歴史では、彼は南北戦争のグローリエタの戦いで従軍し、ナバホ戦争の間は、指揮をとってナバホを強制退去へと導いた。チャベスは、不安でオニゃうてが率いた。 スペインのコンキスタドールの一人の直系の子孫で、アルバカ・アーキニシのアトリスコの村で生まれた。およそ16歳の頃、彼は、ナバホの土地への交易もしくは奴隷捕獲のおよそ50名の遠征に加わった。矢で負傷した生存者のチャベスは、ほぼ200マイルの旅程を一人でキトに着いた。歴史家のマーク・シモンズは、チャベスの最初の正式な軍事経験は1837年8月で、 彼のいとこのマヌエル・アルミホの指揮の下サンタフェでの放棄を鎮圧して、アルミホがニューメキシコの知事になった戦いと試作している。いずれにしても1839年、チャベスは田舎の騎兵民兵の注意として任命された。スイッチェルによると、チャベスはサンタフェ出世での任務により、メキシコ政府から勲章を受け取った。アメリカ合衆国が1846年に、 侵略したとき、チャベスは民兵の士官として、アルミホに再び従い戦いに向かったが、アルミホの降伏によって始まる前に、サンタフェの戦いは終了した。1847年、失敗に終わったサンタフェでの放棄を手助けした容疑で、ある程度の機関服役した後、チャベスはアメリカ合衆国へ忠誠の誓いを立てた。彼は、士官としての軍役を捨て、 タオスの反乱を鎮圧した合衆国軍に一兵卒として加わった。プエブロでタオス包囲戦で彼はセランセントブライン隊長を馬から引きずり下ろしていたナイフを持ったアパッチを銃弾のなくなったライフルで殴り助けた。チャベスはその後10年間は農場主ネイティブアメリカンと交易する実業家かつネイティブアメリカンの戦士として過ごした。 1860年、彼は、ナバホとアパッチと戦うべく結成されていた、民兵部隊、第二ニューメキシコ騎馬志願兵部隊の中佐になった。翌年、彼がフォーオントラロイトリデの司令官になって、ナバホと停戦されていたとき、平和の不正行為の申し立てから彼の兵士と訪れた、ナバホの間に小競り合いが引き起こされて、多くのナバホが殺された。 この出来事は戦闘の再開を決定的とし、1863年の強制的なロングウォーク・オブ・ナバホへと導いた。キット・カーソンは戦闘の後にチャベスを拘束したが、殺害の状況が不明な上に南北戦争が進行中であったので、エドワード・キャンビー大佐は2ヶ月後に自宅軟禁を一時中断した。1862年、ヘンリー・シブレー将軍は連合国のために、 ニューメキシコを占領しようとして、テキサス人の軍隊を率いた。合衆国側に着くことを宣言していたチャベスは、彼の民兵と共に、バルバードで戦い、合衆国軍は敗れた。そしてグロリエタの戦いで、キャンビーとジョン・チビントン少佐は、チビントンの軍の連合国の補給部隊への案内役に、チャベスを選んだ。北軍正規兵とニューメキシコ民兵は、補給物資を破壊し、 南軍はテキサスへと撤退せざるを得なくなった。公式の軍事記録はチャベスについて、かろうじて言及しているのみだが、他の当時の記録は彼の行動を記述している。私役のためにチャベスが軍用貨車を売り払ったという告発が棄却された後に、彼は1863年に円満に退職した。その年、彼は後に自身で最大と呼ぶ戦いを交えた。 ナバホの集団は、そころ近くのリオグランデ川流域を襲撃していて、多くの人々を殺害し、牛、馬、羊の群れを追い払っていた。彼らは著名な地元の市民のマティアス・コントレラスの息子を誘拐した。コントラレスはクレーグ砦からの舞台を待ちわびていたで、あろうために、チャベスは15名の市民を率いて、ラバに乗り、100名以上のナバホへと向かった。ナバホたちは、 チャベスの集団をホデラモニカと呼ばれる泉で攻撃し、即座にライフルで全てのラバを撃ち殺し、追ってたちは避難しなければならなくなった。チャベスは一流の伊手で自身のライフルを撃って弾を装填している間に他のライフルを撃った。火が暮れるまでには生き残ったのはチャベスとコントレラスともう一人の男性だけであった。明け方、彼らはナバホたちが撤退したことに気づき、 その時チャベスにはたった三つの玉しか残っていなかったことは知らなかった。コントレラスは数ヶ月後に彼の息子を受け戻した。1863年、ロングウォークによってニューメキシコの大部分でのインディアン戦争は終わった。チャベスは残りの彼の人生をサンマテオ山脈の牧場で過ごし、10代の頃にキャニオンでチェリーでの戦いから逃れて休んでいた100フィートの 歌詞の木の森の中に家を建てた。それらの木々のすぐ後ろに彼は家族用の礼拝堂を建て、そこで彼は妻と子供たちと共に埋葬された。ありがとうございます。